ジョン・アダムズ、ジョン・アダムズは、バウンティ号の反乱に加担した、イギリス人水夫で、南太平洋、ピトケアン諸島のピトケアン島に落ち延びた、反乱メンバーの最後の生存者。イギリス、ロンドンのテムズの上のワピング家、セント・ジョン・バウニー、スタンフォード・ビル、ミドルセックスあたりの出身と言われている。アダムズには3人の兄弟がいるが、親から、ほとんど見捨てられており、アダムズと2人の兄弟は、 旧品院で育てられた。もう一人の兄弟は、父の死の後、結婚している。最初、アレクサンダー・スミスの偽名を使いバウンティ号に乗っていた。バウンティ号事件の判断者たちは、ピトケアン姉妹15、タヒチから帯同した、ポリネシア人との間に、争いが起こり、判断から4年後には、アダムズの他にネットヤング、マシュー・クインタル、ウィリアム・マッコイの合計4人のみとなった。 その後、マッコイは、船の湯沸かしを用いた醸造法を発明したものの、泥酔したある日がけから、同心自殺した。アダムズとヤングの二人は、酒飲みで乱暴者のクインタルの横暴を制しきれず、ついに斧で殺害。その後、ヤングがズダにより死亡し、ただ一人生き残ったアダムズは、島で生き残った10人のポリネシア人女性と23人の子供の課長的存在となった。その後、 アダムズは、島社会のいわば創造者となった。アダムズは、十分な教育を受けず、文字もどうにか読める程度の人物だったが、バウンティ号から持参した聖書を用いて一生懸命、子供たちに読み書きを教えた。彼により、島の土地は、判断水夫一人ごとに急等分され、水夫たちの子供の代に、さらに細分された。厳格なキリスト教徒であったアダムズは、 水曜日と金曜日の断食を守り、1日に必ず祈りの時間を持つことを怠らなかった。反乱事件から18年後の1808年、アメリカの捕鯨船がピトケアン島の住人たちを発見。1814年にはイギリス船が来島。1825年にイギリス船のビーチー船長がピトケアン島を訪問。アダムズに国王からの恩赦を伝えた。 アダムズは61歳で1829年にピトケアン島で死去した。島の集落は彼の名を冠してアダムスタウンと命名された。ありがとうございます。